TBS は3月31日深夜4日放送のオールスター感謝祭2020春5、8時の放送延期と4月スタートの連続ドラマ3作品の初回を遅らせる措置を取ることを発表した。オールスターは1991年にスタートし年2回放送、16例人もの芸能人が一堂に会してクイズを行う同局の看板番組だが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け演出も変えて放送時間を短縮して放送することを発表していた。ドラマは10日スタート予定だった金曜ドラマ MIU404 50時14日スタート予定だった火曜ドラマ私の家政夫渚さん50時19日スタートだった日曜劇場半沢直樹9時の3作品。新型コロナウイルスの感染拡大で当初の撮影スケジュールに影響が出ているために初回放送を遅らせる決断をした。以下発表コメント。今週4日土曜日のオールスター感謝祭2020春につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限の配慮を凍った上で放送する予定にしておりましたが、東京都から感染爆発の重大な局面が続いているとの認識が示されていることなど諸事情を勘案して放送を延期することを決定いたしました。また今月スタートする日曜劇場半沢直樹、火曜ドラマ私の家政夫渚さん、金曜ドラマ MIU40 の3つのドラマにつきましても、新型コロナウイルスの感染拡大で撮影スケジュールに影響が出ているため、残念ながらスタート日を遅らせることにいたしました。感謝祭および新ドラマの放送を楽しみにされている視聴者の皆様には大変申し訳なく思っております。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお本日3月31日社内スタッフの新型コロナウイルスへの感染が判明したことを受け、その他の番組につきましても感染防止対策をより一層強化徹底してまいります。